ではいきますトランプ氏が大統領になるかどうかという問題で「まあ、もしとらとかつては言われてましたけどもいやこのままなるんじゃないかと「えもし」っていうのはね、えー、可能性がちょっとあるっていう「もし何々になったら」というね「ねもし虎」でしたけども「もし虎」ってのはもう数ヶ月前までの段階ですよね。もしトランプが大統領にななったらじゃなくて いや多分なるだろうっていうところまで、えー、来てるかなと思いますであのー、すごいですねこの、えー、そもそも大統領選に立候補する資格がないっていう裁判が起きてるわけですよでこれが本当に立候補する資格がないということになるとあのトランプ大統領2回目の大統領はないということにもね、えー、なり得るわけなんですけども トランプ氏資格剥奪に慎重論はい連邦最高裁でね立候補を認める可能性が高まってきましたでここでいや立候補できますよってなったらそれはですね、えーまあ、この流れからすると、まあ、バイデンとの一騎打ちでもバイデンがね もう勝てると思わないですよね。多分このまま立候補できる流れになったら、まあ、もし虎が現実のものになる可能性があるかなというふうに思います。えでは読んでいきましょう。11月のアメリカ大統領選に向け、 トランプ前大統領に立候補資格があるのかが問われた訴訟で連邦最高裁が8日口頭弁論を開いた各州でトランプ氏の資格剥奪を求める訴えが起こされているが最高裁判事からは慎重な見方が相次いで示された原告の訴えを退けトランプ氏の立候補を認める判決が出る公算が大きいとの見方が強まった トランプ氏をめぐってはコロラド州最高裁が2023年12月大統領選での敗北を覆そうと連邦議会議事堂襲撃事件に関与したことが憲法の規定に抵触するとして州の予備選に立候補する資格を剥奪することを決定トランプ氏はこれを不服として上訴した同様の訴えが多くの州で提起されており今回最高裁でトランプ氏が敗訴すれば 各州の司法判断に波及して、11月の大統領選で復権を目指すトランプ氏にとっては打撃になる状況だった。だがこの日の弁論では、判事の多くが原告の主張を疑問視する姿勢を示し、トランプ氏が逆転勝訴する可能性が高まった。今回の弁論で判事らが特に着目したのは、大統領候補の的確性という全国民に関わる問題を各州レベルで判断することの是非。 保守派のロバーツ長官はコロラド州の判断でトランプ氏の立候補資格を剥奪することを認めた場合今後も州ごとに異なる基準で党派的な判断が下されることになり大変な結果を招くと述べた。 トランプ氏の指名を受けて就任した保守派のえカバノー判事も立候補資格の剥奪は有権者の権利をかなりの程度奪うことになると述べたとえこうした慎重論は9人中6人を占める保守派の判事だけでなくリベラル派の判事からも示されたそうなんですよね、これね、あのー、各州の代表、例えば州知事とかね選ぶんだったら各州でいろんなルール作ればいいですわ。ところが各州で投票した結果 ね。アメリカ合衆国大統領を決めるわけですから。はい。ですから、その、えー、各州でね、こういう人は、ね、立候補しちゃダメみたいなのを勝手に決めちゃったら、いやいや、これは共通のルールで誰が立候補してもいいし、変なやつだったら落選させられるだけだから。はい。えー、それみんな選ぶんだったら、ね。だから、だ、ある州ではね、 え別の候補が勝ってでも合衆国全体ではです、ねえー、別の人がまた勝つかもしれないわけですから、えー、ですからこれねアメリカってこのね日本って民主主義軽視されてますよね、えー、ところがアメリカって民主主義が最も重要なんですよアメリカの国体、えー、もしくは最高の国柄といいましょうか何をもってアメリカはアメリカ足りうるかというねアメリカの本質論を考えた時に これ最終的には民主主義なんですね、はい、アメリカは民主主義の国なんです、はい、ですから民主主義が機能しなくなるとか民主主義を荒廃させるとか、まあ、こういうことに対しては非常に、えー、厳しいです、はい、だから誰が手を挙げてもいい言論の自由だって民主主義の前提ですからアメリカなんかかなり寛容に見ますよね はい、何を言ってもいいですただ法に触れるようなことで賠償金が食らうかもしれませんでも政治的な発言に関してはかなりの部分認められるっていうのはアメリカなんですねえー、日本だと損害賠償が認められるような件でもアメリカでは政治的な発言というのはあのー、ほとんど無制限で許されるだからそのぐらい民主主義を大切にしている国なんですよねですからまあトランプさんのねあの議事堂襲撃に関与したっていうことに対してねまあ日本人の、えー、中でも 不快感を抱く人は、えー、いると思うんですアメリカの中でもいると思うんですけれどもじゃあその人が立候補することも禁止するということに対してはいやそれはいや出たいなら出ればいいとで、えー、嫌な人が多ければ落選するわけだから、えー、だから結局ねあのこれ言い始めちゃうともう香港と一緒になっちゃうんですよ金平様のお眼鏡にかなった人しか立候補できないっていうのが香港じゃないですか ねえー、公民権停止したならもう法律上のことだからしょうがないですけどもこの人、立候補できないというのはあまりね決めちゃうとこれもう結局は香港の選挙になっちゃうわけです、はい、いや誰が出てもいいですよ、えー、日本だってあのこいつやばいだろってう出ますよねいや、出てもいいんです当選しないだけですからでも本当にね当選しちゃったちょっと変わり種の、ね、人もいますけどもね。はい <laughs> <laughs> いやこれが民主主義なんですはい公民だからね年齢足してないとかすらダメですよ公民権停止の人はダメですよ誰でも出ていいんですこれが民主主義ですからええー、だからこんな裁判所が決めるんじゃなくてこいつを通すか通さないかは有権者が決めるんですよはいだから誰でも出ていいんですだからまあ、えー、保守派だけじゃなくてリベラル派からも ね、俺はトランプは嫌いだけど、さすがにね、立候補停止とか、それは違うだろうっていうね、そういうね、えー、人もいるわけなんだ,だから結局、えー、各州でね、もう資格剥奪、資格剥奪で各州の最高裁まで行ってるわけでしょう。ところが連邦最高裁で何言ってんだよと、民主主義ってそういうもんじゃねえだろってね、えー、ことになると、 だからこういうね、いろんな困難が立ちはだかって、それをね、どんどんこうぶっ壊して進んでいくトランプの姿が、余計、余計ね、やっぱりこの、 勢いを作ってしまうわけですね。ですからトランプをなんとかね、トランプ大統領の再選を、えー、阻止しようとして、えー、訴訟してみたり、損害賠償を訴えたり、ね、もしくは資格停止とかいろんなことを、ね、リベラル派は仕掛けてきたわけなんですけど、これはトランプ大統領ねつ、つまり敵に死を送るのと一緒で、トランプのね、知名度をさらに上げ、苦難に立ち向かうね、英雄的なトランプを作り出してしまっただけなんですよ。全く無視して、 あんなやつありえないって誰も構ってなかったら第二次トランプ政権というのはなかったかもしれません左派が寄ってたかって潰そうとうすればするほどもし虎がね <laughs> 確実なものになってきているというね、はいまあ、無名より悪名っていいますよね なんか性,性的嫌がらせがどうだとか性的被害がどうだとかねもしくは襲撃のなんどうだとか、まあ、そういう悪名ですけども悪名がね悪名でも無,、えー、無名に勝るということですね。その悪名がねななんかわざとはめなんかかと え、反対側からはめられてね、ありもしない権技をかけられて、それに立ち向かっているかのようなね、えー、空気まで作り出してしまったということなんですね。あ、もし虎からほぼ虎ね。あ、ほぼ虎ということはね、もし虎がもうほぼ虎になっているというね、ことですね。